じめまして、私レイラと申します。普段はですねモデルが本業で、レースクイーンなどものお仕事とかもたまにさせていただいております。本日のコスプレはですね黒羊ブックオブサーカスからシエルファントム5のコスプレで参加させていただきました。今日ポイントはですね、まあ、本当に、今回はアニメに合わせた衣装に原作とはちょっと違う色合いとかに変えてあります。以上です。本日は誠にご来場いただきましてありがとうございました。そうですね、今日はですね曲に合わせて、まあ、パフォーマンスというかなんか世界観が表現できたらいいなと思って、パフォーマンスさせていただきました。お楽しみいただけましたでしょうか。そうですね、演者の私たちは結構緊張していつもやってるんですけれども、お楽しみいただけると嬉しいです。ありがとうございます。では最後にですねコスプレの魅力についてということだったんですけれども、コスプレの魅力はですね自分の大好きなアニメやゲームのキャラクターにもうあなんていうんですかね一からこうなりきれるっていうところが本当に魅力ですね。ぜひ皆さんもコスプレ界においでおいでおいでって感じです。私の名前はアミリと申します。世界コスプレサミット2014年日本代表チームバサラ代表をしています。名前は戦国バサラ4、キャラクター名は長宗我部元親第一印象です。今日のポイントはやはり大きい武器です。こちらの武器はもう何度も作り直して他の種類も作り、まあ、10本のうちの1本なんですけれど、とにかくこう芯をしっかり作ることと、まあ、パフォーマンスで回せるようにいろいろ素材を軽量化させ作りました。今日はたくさんの方々に囲まれとても緊張したんですけれど、多くの方にコスプレというものを見ていただけてとても幸せでした。コスプレは変身に容姿を変身するのはもちろんのことなんですけれど、やっている中でこう私生活で忘れていた大切なことを思い出したりとか、自分にとってとってもプラスなものになるのでいいと思います。コスプレを通してたくさん友達も増えるので、いろんな見方、踊ったりパフォーマンスをしたりいろんな楽しみ方があるので、一度はぜひやってみてください。以上アミリでした。デニム専門パフォーマンスチームフリスビーです。はい、越前龍馬役のミーアンです。乾貞治役のハヤトです。手塚国光役のカイリです。ラトベ敬語役一ノ瀬龍です。滝萩之助役萩谷さつきです。芥川次郎役はるかです。今日のコスプレはテニスの王子様ミュージカル版です。イエイ。ポイントが皆さん今日のポイントは何ですか。キャラン、キラ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 ない。あれ部長ないです。これはですね、あのテニミの We are always together っていうあの盛大な曲で使われているキラキラリストバンドなんですけれども、それを再現しました。イエイ。これがあるとあの照明がないところでもすごいきらびやかに踊れるんですよね。ド派手にこれがポイントです。今日の感想どうでしたか。人がいっぱいいたのですごい緊張しました。でも楽しかったです。楽しかった。はい、アトベ様コスプレへの思いを。コスプレへの思いはマイク持ちました。やっぱり好きなキャラになりきってそれを動いて表現できるっていうことが一番楽しいかなと。作品として自分がこう写真に残るっていうのがやっぱり一番の魅力だと思います。 We love テニミュー。バイバーイ。ありがとうございました。とコスプレイヤーの七尾です。今日のコスプレはあの花の鶴見千里子
役をやっております。今日のコスプレのポイントは高校生の鶴子を演じられるようにと薄めにメイクをしたりなど制服をきっちりしたりなどやりました。同じくあの花の本間メイクをしておりますユリティです。ポイントはそうですね、この前髪結構もともと売ってるウィッグってこう前髪が分厚いんですけど一生懸命バーってすいてこんな感じに仕上げました。同じく、あの花の、安城なる子ちゃんをやらせていただきましたライと申します。なる子ちゃんがちょっと見てわかると思うんですがすごいギャルっぽい感じなのでそのギャルだけど可愛らしさ元気さを出せるように今回やらさせていただきました。今日のステージの感想なんですけれども最初鶴子ちゃんと一緒に出させていただきましてで私たちちょっとユニットを組んでるっていうのもあってでちょっといろいろ大変だったりした時もあったんですけれどやっぱりこういう風に他のキャラクターたちも揃ってやらさせていただくとよりこうコスプレの良さも上がるしお客さんも喜んでいただけるという風な形ですごい素敵な歓声をいただけて嬉しかったと思います。で一応コスプレの魅力なんですけれどもそうですね一応私もコスプレもずっともう10年以上やらさせていただいてるんですけれどもやっぱり最初は写真を撮るだけっていう工程だったんですけどやっぱり衣装を作るようになってからとか、舞台とかパフォーマンスとかまたさらに上をやるようになってコスプレの良さ魅力っていうのが自分の中にどんどん湧いていろんな、思考にまた向くようになってあコスプレはまたこういうところが楽しいんだとかまたいろいろな意見で伺うようになったので自分の中でも初めてよかったと思ってます。ありがとうございます。今日は思った自分が想像してたよりも思った以上に人が来ていてでそれでみんなちゃんと歓声ももらえて楽しかったです。でコスプレの魅力は自分もまだ始めたばっかで本当ど素人なんですけどもど素人でも楽しくできるし笑顔で楽しみ自分自身が楽しめて お客さんもその楽しさが分かってもらえるようなことをもう自分で身近で実感できるのでコスプレはど素人でやってもすごく楽しいです。今日のステージでは歌わせていただいたんですけれども今まで歌ってきた場所とは全然違う環境で目線の人も上から見てくださる人もたくさんいらっしゃってとっても楽しかったです。自分のコスプレの魅力っていうのはそうですね自分は割と可愛いコスプレが似合うかなって思ってキャラの選択をしているんですけれどもなので自分のその作品の中で一番大好きなキャラっていうのとはまた自分がコスプレするキャラって違う場合が多いんですけれどもそれでもそのキャラクターをこう観察しながらどういう動きをするんだろうなとか衣装はどうなってるんだろうなとかウィッグ髪の毛はどうなってるんだろうなとか調べてこう研究していくうちにそのキャラクターも好きになっていくっていうのが私の思うコスプレの魅力だと思っています。はい、今日はとっても楽しかったです。見てくださりありがとうございました。ぴょぴょーん。コスプレイヤーのアイムと申します。とシスイと申します。プルポです。水月純と申します。オカピです。よろしくお願いします。私たちは、神様はじめましたという埼玉の、アニメ版が川越を舞台にした、ご当地作品のコスプレで今日はパフォーマンスをいたしました。衣装のポイントなんだろう、私はこの蛇をなんだろう持っているキャラクターなので自分で作ってきたんですけどこ うまく立たなくてこうみんなに安全ピンでつけてもらった衣装になります。ポイント耳、獣の耳もね見えないけどね後ろに尻尾もつけててこれなんとこの人が作ったっていう衣装もみんな手作り、あ M 企画、すいません M 企画って名前のチームです。はい、検索で、はい、M 企画をどうぞよろしくお願いします。はい、今日の噴水広場でのステージ、終えたんですけどもまあ2回あったんですよね。それで僕ら、カイドと下月、シコンというチームなんですが2人で、今着ているこの白鸚旗
という作品のコスプレで、盾のパフォーマンスをさせていただきました。実はですね、噴水広場、これおととしですかね、はい、にも、同じパフォーマンスを同じ場所でしたことがあって、その時にねちょっと失敗したことが個人的にあったので、そのリベンジが果たせて僕はとても感無量ですね。お客さんの反応もとても温かくて、すごい、あの吹き抜けの2階3階まである、なんかね、ライブ会場でいうとね、すごいことですよね。こう2階席3階席みたいな、そんな気分が、そんな気分がちょっと味わえますよね、うん、ありなーっつってね。他のコスプレイヤーはどうだった？他のコスプレイヤーですか、うん、とても豪華で、僕らが2012年度の WCS チャンピオンなんですけども、その僕らのあと2013年日本代表のマリコさんや、今年2014年代表の、アミニさんなども登場して、とてもで、皆さんその他にもたくさんダンスのパフォーマンスのクオリティの高い方とか、もうなんだろう、こんなハイクオリティなコスプレステージがかつてあっただろうかっていうぐらいのものだったんじゃないでしょうか。その証拠にお客さんもとても満足して帰られたと思います。はい、そしてですね、私下月ゆかり、コスプレイヤーだけではなく声優、俳優、歌手、などなど芸能活動の方もさせていただいております。差し当たって12月、舞台なんですが、擬人彼氏ケモ耳大作戦、これはですね、ソーシャルアプリ擬人彼氏というアプリの舞台化なんですが、そちらの方で、僕は2役やらせていただくので、よかったらぜひそちらの方も見に来てください。よろしくお願いします。アニタマさん行くぞ。おー